はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではヘラクレスのエコー3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ベスビオの町を出発しまして、で、アレスの神殿にね、立ち寄りまして、で、その後、トランティア と、あとはアトラシアにね、ちょこっと寄り道をしまして、で、その後、このエウスの村までね、やってきたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、ここから東にある、オケアノスの神殿にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外で装備品を整えまして、権現にゼウスの剣、ゼウスの鎧、ゼウスの盾、レイオンに安らぎの鎧、ステイヤにメデューサの弓と、アテナの盾で、ヘラクレスはね、まあ、特に変わってないんですけれども、イダテンに、腐敗の剣をね、まあ、それぞれ装備してあるという状況になっております。この権現が持ってる、ゼウスの剣とかはね、この村にいた、磨き屋さんから手に入れた、装備品ですね。そしたら、まあ、ここから東というか、まあ、近いんですけれど、まあ、一応、ペガサスに乗っていきましょうか。キルの手綱かな。そう、あと実況外でね、ちょっと買い物とか、まあ、荷物の整理をして、まあ、金のネクタルとかをね、まあ、いっぱい持っているという状況ですね。あれ、ここにいると洞窟に入れませんね。からぐるっと回りましょう。で、前回もね、この辺までは、まあ、来たんですけれども、結構ね、なんか敵が強かったんですよね。とりあえずこのクリスタルレインがちょっと危険。頑張れ、まだ倒せない。まあ、パウラならば OK。あんまり OK ではないですけどね。で、あとはハイクリーチャー55のダメージ。お、麻痺。まだ倒せませんね。眠らされちゃいましたが、まあいいでしょう。お、金のネクタル。せっかく買ったんですけどね。で、あ、また壁が動かせる仕掛けですね。ここまでかな。お、階段と思ったら戦闘。1体だけならばさーっと倒してほしいですけれど、よし。これは向こう側から降りる感じかな。あ、スカラベ、懐かしいですね、これ。土が掘れる感じですね。アテネオか誰かをなんか護衛した時に出てきましたよね。で、クリスタルレイン。結構土がいっぱいありますね。あ、でもここは行き止まりで、戦闘を、わ、いっぱいいますね。ヴァンガルムでも使ってみますか。レイオンはまあ普通に攻撃かな。で、ステイヤはアクアルム、まあイダテンも普通に攻撃かな。で、効きます？あんまり効いてないですね。
で、ステイヤが眠らされている。で、タクストーンでクリスタルレインが強化されちゃう。結構忙しいですね。あんまり魔法は効かなかったんですよね。アクアルムは発動してないですよね。あ、ちょっとステイヤ危ないかな。とりあえずクリスタルレインは OK。 お、アクアルムは結構マッドビーストには効く感じかな。あとはハイクリーチャー。とりあえずステイヤとヘラクレスは回復した方がいいかな。よし。お、ゴンゲンがレベルアップ。力4、素早さ2、知性2。あ、これはいいですね。パウテスマの魔法。パウテスマは回復系かな。32。まあ、とりあえず普通のパウラで回復。レイオンもヘラクレスを回復。お、ここは掘れますが、ここは行き止まりかな。これ全部掘ってる余裕はないかな。攻撃、アクアルム、こんな感じかな。ダイバーン、ステイヤには効果なし。ちょっと怖いですね。じゃあお返しのアクアルム。あれ、全然効果なし。あれ、何が効いたんでしたっけ。バンガルム消費15か。ん、あんまり効いてないですね。イルモア、これは生き返っちゃう感じかな。これはキリがない感じかな。頑張れ。麻痺。とりあえず B を倒したい。あ、動いちゃいましたね。エムトールステイヤには効果なし。で、残り1体。いやー、ちょっとこれはキリがないですね。ステイヤを狙ってほしいです。よし。まあ、この行動をしてくれる限りは無傷かな。残り1体。お、経験値1万超えですね。で、あれ、ここはあ、宝箱。穂柱の玉で、また戦闘。とりあえずクリスタルレインを優先。寝ちゃいましたね。
で回復もされてしまう。で、タクストン、いやなかなか戦闘がきついですね。で、パウラ、一体は逃げ出す。なんか麻痺とか状態異常になってもすぐに起きちゃいますね。ステイヤさんがちょっと危ないですね。40、まあでもそろそろいけるかな。お、ヘラクレスがレベルアップ。力4、素早さ1、知性3、まあ、知性はあんまり意味がないかな、まあ、とりあえず回復。あとは行き止まりかな。そしたら、お、下の方に宝箱が見えましたが、またこの組み合わせ。まあでもここにもボスがいるかもしれないので、ちょっと MP は温存した方がいいのかな。回復だけでいっぱいいっぱいですもんね。そろそろクリスタルレイン倒せます。また回復されましたね。まあマッドビーストは割と逃げちゃうので、あれはほっといてもいいのかな。あとはガーッと攻撃してください。ちょっと危ないぞ。パウラで全開はしないか。どうやっていくんだろう。ここは全部壁みたいですね。で、また戦闘。わ。なんかいい魔法ないですかね。なさそう。ヘリオン、ヘリオン効きます。全く効果なし。いた。ライバーン、ライバーンちょっと危険ですね。ちょっと危ないですね。これパウテスマって全開するのかな。32、ちょっと危険ですが、パウテスマにかけましょう。あ、完全回復。なるほど。で、イルモア面倒ですね。クリスタルレイン A も起きちゃいましたね。とにかくこのクリスタルは魔法が効かないっぽいですね。いや、ライバーン痛いですね。これ逃げた方がいいかな。
これは、逃げましょう。よし。とりあえず回復をしておきましょう。ちょっと今のはひどいですね。で、あ、宝箱取れそうかな。三角氏の兜。三角氏の兜は全員持ってますね。で、行き止まり。この組み合わせならば、まあ多分倒せるでしょう。クリスタルレイン3体の時は逃げましょう。で、マッドビーストがなんか強いぞ。逃げることを期待しまして、アイクリーチャーを優先。タクストーン、タクストーン、今 B が強くなってるのかな。またタクストーン。マッドビーストはなんかタクストーンを交互にかけてるっぽいですね。で、マッドビーストが全然逃げません。で、B が強化されてるのかな。まあでもこのマギのうちにさーっと倒したいですね。よし。お、伊達天もレベルアップ。力1、素早さ4。ちょっとしょぼいかな。で、ここは行き止まりっぽいかな。2体ぐらいならばなんとかなるかな。あ、ライバン。ちょっと痛いですね。で、回復もされてしまう。耐えられるかな。ギルモアとか使われちゃうかな。よし、麻痺と思ったら動いちゃいましたね。ふう、ちょっと回復しときましょう。あと減ってる人、伊達天も回復、ヘラクレスも回復かな。お、階段がありますね。ここから行く感じかな。何にもなし。あ、戦闘。とりあえずクリスタルレインを優先。ちょっと権限狙われすぎですね。ちょっと指輪とかもいろいろ試して効果を調べないとダメかな。魔法が痛すぎますよね。よし。ここは何にもないですね。
お？ん？これは？ステイヤ？ちょっと回復しときますか何があるか分かりませんからね。ヘラクレスを回復。ん？話せない。お？あ、どうしたんだ？おい、しっかりしろ、ステイヤ。おい、心が満たされていく。懐かしい気持ちに。これは、おい、しっかりしてくれよ。あ、ここは、え、私、思い出したわ。変なやつだな。思い出したって言ったけど、何思い出したんだよ。本当の名前でも思い出したのかよ。そうよ、そうなの。あ、記憶が戻ったのかな。私、みんな思い出したの。私の本当の名前はステラ、あ、ステラさん。この神殿でオケアノスの世話をする巫女だったの。あ、そうですか。ステラ。なるほど。そう、その私がオケアノスを倒そうとしたの？私、なんてことを。あ、なんて罪深いことを。お許しください、オケアノス。おい、ステイ、ステラさん。ステイヤでいいわよ。みんな、その方が私のこと呼びやすいでしょ？不死になった時のことや、記憶をなくした時のことも思い出したのか？ええ、多分あの時。私たちはいつもの通りオケアノスのために祈っていたの。その時、一つの優しい光が私を包んで。プロメテウスの光か。その後、すぐに大きな地震が起こって、他の巫女たちはみんな死んでしまった。なるほど。私はオケアノスに助けられ、海に出ました。陸に降ろしてもらったとき、稲妻が落ちてきて、気づいたときはあのテミシオスに助けられていたの。なるほど。その稲妻はゼウスの仕業であろう。うん。私を助けてくれた優しいオケアノス。それを私はなんてこと。許してなんて言えないわ。冷たいようだがステイヤよ。オケアノスは復活の地の一つを飲み込んだのかもしれないのだ。あ、そうですか。ほんと冷たいやつだな。いいの。私、オケアノスを呼んでみる。こっちへ来て。なんかイベント始まっちゃいましたね。ここで待っていて。はい。こんなひどいことをした私を許してなんて言えないけど、オケアノス、私の歌を聞いて。あ、なんかちょっと悲しい曲ですね。お、来ましたね。真っ黒着物。というか、オケアノス。これ、今までこの丸いのが泡だと思ってたんですけど、これが体みたいですよね。傷だらけだわ。私たちがやったのね。でも、あの時はさ、仕方なかったんだぜ。そうですね。おや、あの光は？私たちを呼んでいる。あそこから体の中に入れそうよ。ふーむ、もしや復活の詩があるのか？よし、行ってみよう。あ、懐かしいですね。前も確か体内に取り込まれちゃいましたよね。で、敵は出ないっぽいかな。お、別のところに来ましたね。左右は行き止まり、
ここも行き止まりかな。そしたら、メデューサの血だ。メデューサの血を手に入れた。これで3種類の血が揃いましたね。やった、これで全部揃ったぞ。どうしたのですか、ヘラクレス。いや、少し気になることがあるんだが。後にしようぜ、さっさと出よう。あ、出てきましたね。魔法じゃない、メデューサの血、エリュアレーの血とステンノーの血、これで3つ揃いましたね。あとは出ればいいのかな。ちなみに、あ、宝箱、サンゴの鎧。あ、戦闘になるんですね。なるほど、これは逃げましょう。よし。あと行けそうな場所、あとはないのかな。まあ一体だけならばさーっといけるかな。パウラ、まだ倒せない。よし、お、レイオンがレベルアップ。HP10、 力に素早さ3、知性2。まあいいでしょう。そしたらまあ出ましょうか。ダケープ。みんな聞いてくれ。さっきからずっと考えていたのだが。お、考えたとはすごい。うるさいわよ、レイオン。ヘラクレス、続けて。うむ。ステイヤ、そなたの記憶が戻った時のことを覚えているな。うん。あの不思議な影と会った時。あの不思議な影。あれが記憶、そして思い出の姿なのだと思う。いつかそんな話を聞いたことがある。あ、そうですか。記憶がなくなるということは、あの影のようなものが体から離れてしまうこと。そしてその影は普通は死ぬ時に持ち主に戻される。我々は不死、一生記憶が戻らないのか。いや、ステイヤは戻ったぞ。つまり生きている間でもあの影と出会えば。どこにあるんだ。ある場所で見たことがある。ある場所、どこでしょうかね。よし、行こう。いや、私が一人で行こう。そしてそなたたちに届けよう。なぜだ。そなたたちには使命がある。世界を救うのだ。俺はそんな押し付けられた使命よりも記憶が欲しい。うん、確かに。いや、我々は。うるさい。前にも言ったがな、俺はお前が大嫌いだ。やめなさい、レイオン。仲間割れしてどうするの。ねえ、権限、あなたはどう思うの。ヘラクレスに頼む。どうしましょうかね。いいえ。いいえ。世界はどうなってもいいのか。それが、そなたたちの使命なのだ。たとえ納得できなくても、英雄、勇者とはそういうものだ。あ、そうなんですか。私もかつてそうだった。どうする？私に任せるか？この記憶の影とかっていう話は、ヘラクレスの栄光の前のシリーズとかで語られたことなんでしょうかね。ちょっと私シリーズをね、あんまりやってないので、その辺がよく分かってないんですけれど、
まあ、とりあえず任せるしかないのかな。ではそういうことだな。すべてが終わったらアテネで会おう。では気をつけてくれ。そなたたちが世界を救うのだ。あれ、またヘラクレス別れちゃうのかな。早く行くのだ。また抜けちゃいましたね。そしたら特にエウスの人たちの話は変わらないっぽいですよね。なるほど。バオールはメデューサの首を使って海を陸地に変えてしまったのだ。何やら大きなものを石にして海の水の流れをせき止めたらしい。うん。あ、そうだ。日記は更新されます？日記をつけるのは久しぶりだ。俺たちがマクロキモノを倒したのは大間違いだった。なんとか許してもらえたみたいだけど、俺はとても後悔している。ステイヤの記憶が戻った。羨ましい。なるほど。ヘラクレスはそのゴンゲンとかレイオンとかのその記憶の影を探しに行っちゃったんですよね。あ、もういない。そしたら、アトラシアに行きまして、でこれでまあ血が3つ揃ったので話が変わるのかな。この人たちは話は一緒か。そう、なんか準備をしてきてくださいみたいなことを言われたんですよね。アトラス山、道は開けました。あ、これで先に行けるのかな。人間の未来は我がトランティア王とあなたたちにかかっています。どうかご無事で。はい。道は開けました。おう、やっと全ての血が集まったようだな。はい。地震によって閉ざされていたアトラスへの道は今開かれた。私には全てを見届ける義務がある。共にアトラスの元へ向かわん。トランティア王アルビオンの同行だ。一緒についてくるんでしょうかね。あ、ついてきちゃいましたね。で、あ、こっから先は次回にしましょう。もう30分も超えてますもんね。これでまた日記が変わるのかな。ちょっと持ち物がいっぱいだぞ。一緒かな。ちなみにアルビオン、あ、結構いいもん持ってますね。ん？炎のマント、あれ、炎のマントはどっかで拾ったのかな。まあいいでしょう。なんかゴンゲンだけつけてますね。では宿屋に泊まりましょうか。王様のお墨付きとか言ってますけど、王様後ろにいるんですけどね。ただでは止めてくれなさそうですね。あ、王様がベッド使ってますね。アトラス山へ。さっさとアトラスを復活させてしまおうぜ。このアトラスを復活させて、で冥界の穴を塞いで魔物を封じ込めるっていうのがこのアルビオンの考えなんですよね。アトラスがあの大穴を埋めてくれるのね。うん、そうなんですよね。ヘラクレス殿が戻るのが
待ち遠しくもあり恐ろしくもある。そうですね、この伊達天も何者か全然わかりませんもんね。まあこのアルビオンもね、ちょっと怪しい感じはしますけどね。まあ、とりあえず、今回は、このアトラシアでね、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。